はい、ということで今日もですね、フワちゃんのやすこへの誹謗中傷投稿の大炎上なんですけれども、でもちょっとね、情報多すぎてもうちょっと間に合ってないんですよ。全然間に合ってないんですよ。で、今日もですね、例えばですね、ちょっとね、紹介するのが遅れているオールナイトニッポンの日本放送が正式にですね、フワちゃんの降板を発表した話とか、そしてあとですね、やすこがですね、過去にね、ある発言をしていて、それがですね、フワちゃんのことを言ってるんじゃないかって今ちょっと話題なんですよ。そしてあとはですね、今回ね、フワちゃんの件、芸能界最速の追放とかってね、話題になってるんですけれども、そしてとうとうね、不買運動まで始まったってね、そんな話ですね。そしてあとね、細々ね、他にもあります。はい、ということで行くんですけども、で、これまずですね、最近の流れっていうと、フワちゃんがやす子に対して誹謗中傷的な投稿をツイッターにしたと。それ大炎上しましたよね。で、昨日ですね、フワちゃんが再度ですね、やす子へ謝罪の声明を投稿したと。だからね、やす子に直接会って謝ってですね、フワちゃん曰くですね、フワちゃん曰くですけどね、許してもらってると。ただこれね、やす子からも事務所からも声明出てるんですけれども、そこにはね、許したとの文言は一切ないっていうね。でですね、フワちゃんの説明では、もともとツイッターで投稿するつもりなくて、ツイッター上にタイピングして友達に見せたら、中にそれがね、投稿されてしまったって言ってるんですよね。それで、まあ、そういったですね、それをこう再度の謝罪文に書いたんですよね。だちょっとね、意味不明な謝罪文になってるんですよね。で、それで当然ですね、今ね、再度炎上してるっていうね。で、こっからですね、新しくね、紹介していくんですけれども、で、この件に関して、ね、今ね、さらに言われてるのが、前に紹介したやっぱこれなんですよね。だからね、千原ジュニア死ねって言ってますよね。これね、フワちゃんの有料会員だけは見れる投稿なんですけど、しかもこれね、今年の5月なんですよね。そこで、千原ジュニア死ね、だから、まあ、だからね、別にね、今回の投稿、するつもりなかったって言ってるんですけれども、でもね、普段からね、投稿してるだろうってやってるんですよね。もうほんとそうなんですよね。まあ、だから本当に今回のって言うと、今回したね、再度の謝罪声明、意味なかったなって感じなんですよね。で、さらに、ジャーナリストの片岡亮さんが、フワちゃんが出てた番組の AD さんから、直接ね、話を聞いたって言っていて、そのね、話の内容っていうのが、これがですね、AD がなんかですね、失敗でもないんだけれども、フワちゃんの意に沿わないことを、なんかね、目の前でしたときに、そうしたらフワちゃんがですね、無表情で、はい、死んでくださいと言って、その場を去ったと。で、その AD はですね、フワちゃんとの仕事の経験があんまなくて、でですね、これ、謝罪に行った方がいいのかってすごい心配になって、で、上司に相談したと。そしたら上司が、なんかね、だから上司の人っていうのはフワちゃんをね、よく知ってる人みたいで、こう言ったと。フワちゃんはいつもあの調子だから、気にしない方がいいって言ったらしいんですよね。で、そしてですね、次回その AD さんがフワちゃんと会った時に、一応ね、謝罪したんですって、それでも。しかし、フワちゃんはね、もうね、その時の出来事を覚えてもなかったらしいんですよね。まあだからそれぐらいフワちゃんは日常的に死んでくださいと言ってたとね。だからまあ、悪気はない。かもしれないけど、悪いことですよね。だからやっぱね、この AD の人が改めて言ってたのが、こう言ってんですよ。今だから言えますけど、有名人から死ねって言われるのは、本当にショックです。特に、自分みたいな一番下の人間にとっては、って言ってんですよね。だからやっぱりね、気にしてたっていうね。そう考えるとやっぱね、やす子もですね、悲しいとだけツイートしてますから、そして前言ったように、フワちゃんとやす子ってのは何度も共演していて、嫌な対応とかをされてたのが、今回だけじゃないから、こんなことになったんじゃないかっていう。だから、やす子もね、許してないんじゃないかって思うんですよね。で、この流れで、これね、定かじゃないんですけども、一つね、疑いが出ていて、これがですね、やす子の過去発言なんですけども、やす子はこれね、フワちゃんのことを言ってるんじゃないかって言われてるんですよね。あ、だからね、疑いなんですけれども、これがですね、今年の2月なんですけれども、有名プロデューサーの佐久間さんいるじゃないですか。そのね、佐久間さんの YouTube にやす子が出たんですよね。そこで、佐久間さんからですね、やす子にドッキリを仕掛けてくれって言うんですよ。だから、やす子は仕掛け人なんですよ。で、これがですね、やす子がね、テレビではいい人キャラだけれども、実はね、性格が悪い人だった、みたいなドッキリなんですよ。そこでですね、ドッキリを仕掛ける前に、佐久間さんがですね、やす子にアドバイスしてるんですけれども、これがですね、自分が思うね、一番怖かった人を想定して演じてみればって言うんですよ。あ、これちょっと映像見ました、映像。映像ね、こんな感じです。やす子、裏でははい、全然言わないシリアスドッキリ。いいですね。まあだから、裏では真逆のキャラクターでやっなのにを無理してやってるっていう風になったらどう思うのか。ああ、はい、だからもう本当その、はい。はい。はい。やす子が今まで見た人の中で一番怖い人を想定してやってる。はい、うわー、かしこまりました。あの人か、はい、業界の人、それともあの自衛隊の人、業界の人です、はい、この世こいつ目あるんだって思った人がいる、はい、います、あります、うん、それ話せる範囲で言うと、いや、でもまあ想像し分かる人もいるから分かる、こことですね、はい、やばいってこれ、うん、本当怖いよな、はい、怖かったですよ、俺も怖かった、本当に
なんかこれね、P とか入ってるわけですけど、なんかそのね、ちょうどね、言ってる名前が P なわけじゃないですか。それちょっと短さがちょうどそうじゃないかみたいなね。これだから、フワちゃんじゃないかって言われてるんですよ。もちろんこれね、わからないですよ。でもね、今ね、言われてるんですよ。そしてあとちょっとね、気になったのは、この部分もですね、これです。去年大ブレイクで、お忙しいアスコだけど、はい、まあ正直さ、表も裏も別に変わら、まあ俺たちが接してる分にはあんまり変わんないじゃない、はい、そうですね、はい、ね、なんですけど、今回のドッキリはらしい。だからまあ、やすこは裏表もないらしいっていうね、まあ少なくともね、佐久間さんの前ではっていうね、そんな感じですね。はい、そして次なんですけども、これですね、ちょっとね、出遅れてるんですけども、昨日発表されたフワちゃんがレギュラーだった日本放送の、そうだからオールナイトニッポンなんですよね。で、これがですね、ご存知の通り、今週の放送を休止したんですけれども、で、これが昨日ですね、なんとこれ、正式に、フワちゃんのオールナイトニッポンの終了発表したんですよね。で、これがですね、日本放送のホームページでも声明出てるんですよ。こんな声明です。日本放送では、番組基準というルールを設けており、他者を尊重しない誹謗中傷する行為については、決して認めることができないと考えております。フワちゃんの今回の不適切な投稿は、番組外での発信でありますが、当社の考え方に、著しく反するものであり、オールナイトニッポンゼロの降板を決定いたしました。だからちょっとね、めちゃくちゃわかりやすく、ストレートな言い方なんですよね。そしてさらにですね、なお、8月12日月曜からの同番組のパーソナリティについては、現在、調整中ですので、決まり次第発表します。って言ってんですよ。そんな感じで、公認を探してる、ともに発表するんですよね。で、まあ、これを受けてですね、昨日ですね、芸能界史上最速の追放、たった5日で仕事壊滅した、っていうね、記事まで出たってよね。で、ここでの考察では、これまでね、フワちゃんってのは、一見ね、失礼な行動をとってたけれども、でもね、大御所の有吉とか和田貴子から可愛がられてて、なおかつですね、CM なんかにも出てたんで、なのでですね、失礼なのはキャラで、本当はね、いい人なんだろうな、と思ってた人が多かったと。で、それが今ね、崩壊してると。で、今ですね、企業も次々とフワちゃんをキャンセルしてると。で、こういったイメージがついたフワちゃんに、仕事をオファーする企業はほとんどないだろう、って書いてありましたね。そして、で、ちょっとね、すごかったのが、これね、フワちゃんの、なんとね、こういったことから、なんとこれ、フワちゃんの不買運動が始まった、との記事まで出てんですよね。これがですね、一部でフワちゃんが出演する番組などのスポンサーに対し、不買運動をするという声が、SNS を中心に上がっているっていうね。まあ、だからそれはですね、企業の番組もフワちゃんをね、キャンセルするよなっていうね。で、これね、まあ、実際にね、不買されてるかは別として、でもね、イメージ悪くなるのは間違いないですよね。で、あとこれね、イメージっていうと、前もちょっと紹介しましたけれども、フワちゃんのテレビのレギュラーの、行列のできる相談所ですけれども、こっちはまだね、フワちゃんの交番って発表してないんですけれども、ただこれね、前言ったように、8月11日の放送っていうのが、前言ったように、こんなね、予告映像ですよね、これ。こんな感じ。とか、まあ、こんな感じとか。だから、キティちゃん、産業出まくってんですよね。で、これもね、放送もちょっとね、いよいよ迫ってきたんで、そのね、内容が出ていて、内容がですね、キティちゃんにとんでもないオファーを、これ、やってくれますかって内容らしいんですよ。まあ、だからね、中でもね、産業なんか一番ですね、フワちゃんと一緒にね、映るわけにいかないじゃないですか。でも絶対ですね、番組の中では、だから収録映像の中では、フワちゃんがですね、サンリオのキャラに枯れまくってると思うんですよ。でもね、おそらくその辺っていうのはね、全カットでしょうね。で、あとね、やっぱりね、こういったことで、他にもね、どんどん今困ってってるのが、これがですね、9月7日放送の、有吉の夏休みなんですよね。なんかね、正確には、有吉の夏休み2024、密着77時間 in ハワイだったらしいんですよね。だからね、ハワイだったとね。あ、だからね、有吉とそのね、仲のいい芸能人たちで遊んでるだけの番組なんですよね。こんな感じなんですよ。フワちゃんいますよね、ここにね。で、これもですね、メディアがね、フジテレビに問い合わせをすると、フジテレビの回答がですね、回答こんな感じなんですよ。現時点で特に決まったことはございません。当社はお答えする立場にありません。お答えは控えさせていただきます。って言ってんですよ。すごい。さすがテレビ局っていう。何も答えないっていうね。ただこれね、なんかこの有吉の夏休み、なんかイメージ良さそうじゃないですか。僕全然知らないんですけど。だからなんかちょっといいスポンサーついてそうですよね。多分これね、おそらく放送時間もゴールデンタイムなんでしょうしね。で、そこにですね、フワちゃんが出ていたら、やっぱこれ今ね、不買運動なんてこともね、出てるぐらいですから、もう今ね、再度今ですね、再編集しまくってるんじゃないかっていう。これちょっときついですよね。だってこれ、一度これね、完成した番組っての、再度編集ですからね。これからね、編集するんだったらわかりますけども。だから例えばですね、一度出来上がった2時間の動画を、そこからね、なるべくね、フワちゃんを削って、で、その後ですね、これ、なくなった、減った分の時間ってのを、こう、使わなかった動画素材を再度見てですね、使えそうな部分を見つけ出していくってね。相当辛いですよね。で、しかもこれね、旅番組ですから、さっきのね、こんな場面。これもね、多々あるわけでしょ？で、フワちゃんいるじゃないですか。これどう削るんだって感じなんですよね。多分ね、全カットは無理でしょうから、なるべく減らすぐらいなんでしょうね。そしてあとですね、フジテレビの関係者って人が言ってたのが、有吉の夏休み。これね、もしこれ、そのまま放送するんだったら、フワちゃんにまずですね、
謝罪会見を開かせて、でですね、それによって世間にも謝れましたってことをして、その後ですね、スポンサーのところに行って、スポンサーにね、納得してもらうような話をするしかないって言ってましたね。まあでもね、いろいろ難しそうですよね。だから多分編集するんだと思いますよね。そして、あとですね、これね、僕はちょっと前にね、多分これ、前々回のフワちゃんの動画だと思うんですけども、そこでですね、フワちゃんの親友の A マッソの加納さんがあるね、雑誌のインタビュー記事の中で言ってたのが、フワちゃん昔からですね、やらかしすぎていて、だからですね、謝罪文を書くのに慣れてるって言ってたんですよね。そしたらこれがですね、思った以上にそうだったみたいで、実はこれね、フワちゃん自身がそれをね、自分で書いてるんですよ。これがですね、フワちゃんは2019年から2020年に、朝日新聞系のエッセイ投稿サイトの、鏡を鏡ってところで連載をしてたらしくて、で、そのね、連載してたタイトルっていうのが、フワちゃんの反省文、怒られるマネジメントのすすめって感じらしいんですよ。もう早くもちょっと危ないですよね。で、そこで書いてたのが、これがですね、まずね、フワちゃんが自分がですね、自分はね、怒られるのプロだと自称して、でですね、こう言ってたと。今まで書いてきた反省文は、学生時代から通算300枚以上、悩める、怒られる男子女子、あんたのこと、怒られるのプロにしてあげるって言ってんですよね。で、ここからですね、具体的なテクニック書いてあって、これがですね、まずこれ、何がいけなかったかを噛み砕いた本文が重要って感じですよ。だからね、今回の場合だと、これね、投稿するつもりじゃなかったけど、謎にね、ツイッター上で、安子へのアンチコメントをタイピングをしてたって説明してるんですよね。そこの説明かっていう。でもね、前も言いましたけれども、事実だったとしても、多分これね、信じてもらえない話、かつ、イメージ回復にもね、繋がらないじゃないですか。そういった話をね、しない方がいいですよね。で、さらにね、フワちゃんが言ってたのがこれですね。今後の意気込みを書く重要さも説いていた。そうなんですよね。あとね、最後こんなのもあると、最後のもう一回だけ謝っておきましょうと、反省後の最後に改めて謝罪することを推奨していますが、今回の文章の序盤と終盤に本当に申し訳ありませんでしたという文言が書かれていました。だから、今回もですね、フワメソッドに則って謝ってたっていうね。いや、これね、フワちゃんね、これどういったつもりかわかりませんけれども、ただね、もうね、謝罪のテクニックみたいなこと言っちゃうと、これね、フワちゃんに限った話じゃないですけれども、なんかね、もうね、謝ってもね、信用されないからリスク高いですよね。そして、あとはですね、他の話。これがですね、ミヤネ屋でも、フワちゃんの件をですね、連日取り上げてると。で、昨日はですね、このね、サイトの謝罪投稿を取り上げていて、だからね、あのね、よくわからないストーリーでしたよね。で、ミヤネ政治がこう言ってんですよ。ノリというか遊びでやったことを実際に投稿してしまったということですが、本心じゃないとしても、アンチコメントがつくなら、どういうコメントだろうっていう、そういうノリとか遊びとかって、もうやめませんって言って、で、あとさらにですね、遊びっていうことがどんどん拡散していった。そういうこと自体が嫌な世の中になってるし、こういうことやめましょうよって言いましたね。で、さらにですね、同じくね、ミヤネ屋に出ていた元経済官僚の岸博之さんがですね、こう言ってんですよ。経営説明して、これはこれでなるほど、だが、きつい言い方すれば言い訳にしか見えないって言ってるっていうね。で、ちょっとね、ズバッと切ってるっていうね。まあ、だからね、ミヤネ屋でこんな感じですから、だからやっぱこれね、アパフリンの中丸くんだけはフワちゃんに感謝ですかね。ちょっとね、薄まるっていうかね。そして、あとでちょっと面白かったのが、これね、何度か紹介してる、フワちゃんはね、Google のスマートフォンの Google Pixel の CM を2022年からしてるんですけれども、ただこれね、Twitter の投稿っていうと、ツールを使えばですね、iPhone からか、Android からか、どちらか投稿してるかわかるんですよね。それで先日のですね、Twitter でね、フワちゃんがね、一番初めにした謝罪投稿っていうのが、iPhone からしてたのがバレて、でですね、今回ね、2回目の謝罪投稿っていうのは、Android からされてるんですよね。そう紹介しましたけれども、で、これがですね、なんかね、ビジネスアンドロイド疑惑って言われてるんですよね。ちょっと、なんか面白くないですか？ビジネスアンドロイドってね。まあこれ、疑惑でもないですからね。で、そしたらこれがですね、今年のね、7月22の投稿なんですけれども、フワちゃん、こんな感じ。これがですね、おじさんたちに消しゴムマジックしてあげたら、大はしゃぎしてたって言ってるんですよね。これね、一番右のサンドイッチマンの富澤が消えてるんですよね。まあ、そんな感じで、これね、フワちゃんがですね、Google Pixel の機能をね、アピール、宣伝してますよね。ただ、これがね、これさえも、こんな感じ。一番下見てください。一番下、ここ。これ。Twitter フォン、iPhone って書いてありますよね。だから、これ、これさえもですね、これ、フワちゃんね、iPhone で投稿してるってよね。はい。ということで、今日ね、だいたいこんな感じなんですけれども。あ、でもこれすごいんですよ。今回のね、フワちゃんがした、再度の謝罪投稿。これね、投稿してから1時間で、なんとこれね、5000件を超えるコメントついたそうなんですよ。で、これが、今見たらですね、これ、こんな感じ。だすごいですよね。だからもうね、19000を超えるコメントついてるってね、すごいな。はい。ということで、今日ですね、こんなところでございます。